昨日から始まりました世界柔道選手権大会、昨日の初日、日本のエース切り札と言われます小川直也、そして女子の田辺と2人が相次いで敗れました。柔道界、日本の柔道界にとっても大きなショックとなりました。こちらに来ている関係者の間でも非常に残念だという声が聞かれました。ところが今日の2日目、86キロ級日本のキャプテンの岡田博隆選手が86キロ級で決勝進出を果たしています。今日もまたこの試合の模様は斉藤仁さん、山口香里さんの解説でお伝えしてまいりますが、まずこの岡田選手86キロ級決勝進出、実に私どもにも明るいニュースとなりました。今回は岡田選手は前回78キロ級で優勝しましたが、86キロ級とクラスを上げてこの世界選手権に臨みました。それが好結果となりました。斉藤さん、はい、まあ、そういった意味では岡田選手非常に期待通りにですね、そうですね、試合展開となりましたね、はい、落ち着いてますね、さて今日もまた4階級の試合が行われます。女子の61キロ級のまず3位決定戦2試合が行われますが、初めの試合がイスラエルのアラドとオーストリアのプロハンターとの対戦であります。そのイスラエルのアラドは日本の小林選手がこのクラス最初の対戦相手、そのアラドに敗れました。3位決定戦にも出場することができませんでした。そのイスラエルのアラドとオーストラリアのプロハンターとの対戦です。山口さん、このイスラエルのアラドというのは、はい、ヨーロッパではやはりかなりの実力を持った選手ですね。そうですね、ヨーロッパ選手権、このプロハンター選手、そしてアラド選手、2人とも今年のヨーロッパ選手権の3位になっております。そうなんですね、はい、まあ、そういった意味でこの世界選手権の3位を争うというのは非常に面白い対決になりましたね。そうですね、もうヨーロッパの中では何度も対決があったと思いますけれども、このアラド選手とはですね、はい、小林選手、前回の世界選手権でも1回戦で当たってます。はい、その時はですね、小林選手がポイントを取って勝ったんですけれども、まあ、今回はやはり、アラド選手が非常に研究してきたということがありまして、残念ながら小林選手敗れてしまいました。今上から攻めていますのがオーストリアのプロハンターです。今年のヨーロッパ選手権第3位。下になっている髪の毛の黒々とした選手がイスラエルのアラドです。やはり同じくヨーロッパ選手権第3位です。今年の女子の世界選手権は7回目を迎えていますが、イスラエルの選手が世界選手権でメダルを取ったことがまだないんですね。あ、そうですね、まだ両者互いにポイントがありません。試合が始まって1分半を経過しています。寝技で勝負に入りましたか、アラド。オーストリアのプロハンターが下になっています。アラド選手は1回戦が日本の小林を破りました、まあ、これも僅差の勝負になりましたね。そうですね、結局ポイントがないままに終わったんですがね、はい、旗もですね分かれまして、結果的には2対1で小林選手が敗れたんですけれども、判定としては非常に微妙なものでしたけれども、まあ、その後は台湾の梁、そして決勝進出を果たしたベルに敗れました。まあ、ベル選手との対戦でもベルにですね、はい、ポイントを許しませんでしたね。そうですね、そういった意味では守りの堅い選手と見ていいんですか。はい、典型的なヨーロッパスタイルの柔道をしますね、ですから勝負もですね、僅差勝負が非常に多いというのが特徴だと思います、はい。こちらがオーストリアのプロハンター、右の背負い投げなどを得意としています。それに比べてですね、プロハンター選手は比較的いい勝ち上がりをしていったんですけれどもね、最後にドイツのエイコフ選手に敗れましたけれども、はい、オーストリアという国はですね、伝統的にというか女子の選手非常に技の強い選手が多いんですけれども、この試合は逆にプロハンター選手の方が攻められるシーンが多いですね。そうですね、
やや主兵に回っているオーストリアのプロハンターです。残りの時間が今画面に出ています。残り1分27秒です。まだポイントがありません。これまでのところではちょっとまだ勝負は分かりませんね。そうですね。うまく体を預けましたがこれはポイントにはなりません、はい、今のはですね、プロファンター選手が返しを狙っていったところで自分で倒れてしまったんです。ですからポイントにはなりません。残りが1分1秒、ポイントがないままに3分経過しました。61キロ級の3位決定戦、イスラエルのアラドン、オーストリアのプロファンター。日本の皆さんに聞こえるかどうかわからないんですけれども、やはりヨーロッパで試合がありますとですね、サイレンが鳴ったり鈴が鳴ったり、ものすごい倒しですかね。そうですね、有効ですね。有効ですね、はい、これは大きなポイントになりました。イスラエルアラド、非常に応援が派手ですね。そうですね。残りが30秒を切りました。イスラエルにとって初のメダル獲得なるかどうか。残りが24秒です。この24秒のところで有効というのは非常に大きいですね。有効を取りましたイスラエルのアラド。ちょっと今副審が服装を直すように。そうですね、はい、ポイントを取りました右のアラド、イスラエル、左側がオーストリアのプロファンターです。共に今年のヨーロッパ選手権3位になりました。その両者が銅メダルをかけて世界選手権第3位を争います。残りがいよいよ10秒台、15秒。守りに回っているアラド、有効を取っています。巴投げに行きましたアラド。残り3秒、ブザーです。イスラエルに初の世界選手権メダル獲得となりました。体全体でその喜びを表していますアラド。優勝者にも劣らない喜び方ですね。そしてまたこのスタンドの歓声が大きな拍手でね、はい、祝福してますね。いい笑顔です ね、 ね、本当に嬉しそうです。イスラエルのアラド、今年の世界選手権が7回目、イスラエルにとって初のメダル。この小内刈りから足を取りましたね、取りましたね、はい、それが有効になりました。まあ、1回戦日本の小林を破って結構気分的にも良くなったんじゃないですか。そうですね、乗りましたね。女子の61キロ級の3位決定戦の第1試合はイスラエルのアラドがオーストリアのプロハンターを破りまして第3位を決めています。さて試合場が今度右から左に変わります。同じく女子61キロ級の3位決定戦の第2試合、右からフランスのクローリー、左からはオランダのジェニー・ガルが登場しました。左側がオランダのガル、日本の福岡国際女子選手権なんかにも参加してますので日本のファンにも同じの選手ですね。そうですね、はい、そのガル右側です。髪の毛をきれいに編んでいる方がガル、右側がフランスのクローリーです。この選手たちはですね、今年のヨーロッパ選手権でも当たっておりまして、その時はガル選手が抑え込んでクローリー選手を下しています。このクローリーとオランダのガル、背負い投げに行きましたガル。待て、左に分かれましたのがオランダのガルです。この人は兄弟で選手をしてましてね、はい、妹さんが52キロ以下級で出場いたします。出場しますね。そして今背中非常に似ておりまして、双子のようですね、はい、まあ、体型が違いますからお姉さんの方が体が大きいわけですよね、はい、顔は本当によく似てますね、はい、顔も髪型もそっくりなんです。ですから初めて61キロ級でお姉さんが出てきた時には随分階級を上げたなと思ってびっくりしてしまったんですけれども、はい、今背中を見せています。左に回りましたフランスのクローリー、
フローリーは1989年前回のユーゴの世界選手権のチャンピオンです。その89年の世界選手権で優勝したフローリーはその年はフランスの選手権もヨーロッパ選手権も全て優勝したんですね。そうですね。まだその両者もポイントがありません。まもなく1分半。ここ1年、ここ1年ぐらいちょっとフローリー選手元気がありませんね、まだそんな年ではないんですがね、はい、やはり世界チャンピオンとなりますとみんなから研究されますんでね、こちらがオランダのガル、右がフランスのフローリー。このフローリ選手はですね、このもろ手刈りを非常に得意にしてます。そしてすくい投げ、はい、それから奥襟を取っての効果、フローリーの効果、谷落としですね。今のは谷落としが効果になりました。フローリー、しかしまだ残り時間が2分以上あります。これからガルの方もじっくりと攻めたいところです。ガルも先ほど見せました背負い投げ、あるいは寝技に入ってから十字固めなどもですね、はい、じっくりじっくりこうやってきますね。そうですね。背負い投げ、これはうまく体をかわしました。フローリー、さあこれから十字を狙うか。よく逃れました。フローリー、フローリーの方も立ち技の他に寝技なんかもかなりこなしますよね。そうですね。しかし寝技を見た限りではガル選手の方が得意のようですね。上ですか、はい、そしてフローリ選手寝技で負けておりますので、今回は立って勝負と思っているはずです。まだポイントはフローリーの効果一つだけですから、まだまだガルにとっては逆転のチャンスは十分にあります。残り時間もまだ1分30秒残しています。少し技は強引ですけれども、2人ともよく攻めますよね、はい、もう外刈り、フローリー残り1分15秒ポイントはフローリー、効果1つ、谷落とし、このフローリーがポイントリードしています。オランダのガル、あ、ここはもうガルの方はあえて寝技に行きませんね。そうですね、やはり寝技ではなかなか決まりませんのでね、残りが1分。しかしフローリー選手ここであまり守りますと、今は直接指導が与えられますんでね、指導が来ますと全くポイントでは並びますね、はい、やや消極的になっているフランスのフローリー、指導を取られたということはやはり相手が積極的に攻めたということですから、判定にも大きく影響しますよね、はい、待て、残り時間40秒、残り40秒です。ポイントはフランスのフローリーの効果一つ、まだガル逆転のチャンスがあります、はい、残り30秒、背負い投げに行った、これはポイントにはなりません。残り20、ね、一度止まりましたね、15秒、まだ12秒あります。まだ分かりません。フランスのフローリー、オランダのガル、女子の3位決定戦61キロ級です。もろ手刈り、フローリー、このあたりはスタンドの観衆からもブーイング、
4秒。まもなくブザーです。試合終了。フランスのクローディがタイムを決めました。まあ最後はそうですね、ガル選手もよく頑張りましたけれどもね、同点に回ったクローディでした。吉田が3位決定戦に出場します。今日の吉田は1回戦ポルトガルのマティアスと、そして2回戦カナダのジョーンズをともに一本勝ちで下しました。好調なスタートを切りました。この後も3回戦は台湾のリン・メイユを破って準決勝進出をかけた4回戦、オランダのワースとの対戦でした。そしてそのワースに敗れました吉田ですが、敗者復活戦で勝ち残りまして、この3位決定戦に勝ち進んできました。内股に行きました吉田。78キロ級、解説の斉藤仁さん、はい、この吉田選手にかける期待は非常に大きかったんですが、非常に残念でしたね。そうですね、今あの日本選手の中で一番乗ってる選手なんですけども、本当にあの惜しいですね。78キロ級の3位決定戦、日本の吉田、打ちました、どうか、有効です。始まって45秒、吉田の内股、これが有効になりました。相手はイギリスのブラウン。今度は大外回り、柔らかい体でつなぎましたブラウン。浅い振り込み足、もう一度受けまさに来ました吉田。吉田はですね、内股に入ってその後投げるときに体のかぶせがですね上手なんですよ、ですからあの引き手持ってなくても襟だけでも持っていけるんですよね、はい。しかしこの3位決定戦は動きが非常にいいですね。そうですね、あのワースと対戦したときはもう本当に最後は調整しきった感じがいたしました。結果的には警告を取られて敗れてしまったんですが、そのあたり考えると斉藤さん、吉田の場合はですね、相当減量、きつい減量しなければならないということがありましたね。そうですね、ちょっとあの厳しかったんですけども、なんとかクリアして、あの警告もラスト5秒なんですね。そうでしたね、本当にもう悔やまれる試合だったです。残り5秒のところで自分から攻めていけばね、はい、警告はなかったはずだったんですが、警告を取られて結局ワースの前に敗れました。敗者復活戦に回って現在は3位決定戦、イギリスのブラウンが指導を取られました。これでスコアボードには日本の吉田のところに有効が1つ、効果が1つ、吉田ポイントでリード。なかなか引き手取らせてもらえませんね。そうですね、はい、イギリスのブラウンは1987年のエッセンの世界選手権では3位に入っていますが、この時は体重が今よりも少なく71キロ級で3位になっています。この大内刈り、あるいは内股へ変化するブラウン、これもあの襟をですね、持ってるもんですから、はい、なかなかかからないですね。あ、長身の吉田、取りましたね、引き手を取りました、はい、
それで吉田十分なんです、はい、十分ですね、はい、左取りました。グイグル押してきます。イギリスのブラウン、時計は残りが2分19秒、ポイントは吉田がリードしています。有効効果1つずつ、効果はブラウンの指導です。やはり国際大会と違ってですね、世界選手権ともなると本当にもう組み手からの勝負がもう来ますから、本当に世界選手権というのは厳しい試合なんですよね。なるほどね。吉田のキレのいい技をですね、はい、一発見たいもんですね。そうですね、最後内股でも見たいですね。そうですね、はい、あ、これもですね、引き手が持てなくて、襟だけ持ってるもんですから、はい、2分を切りました。狙ってる感じはありますか。なかなか引き手がですね、取れないもんですから、一発もかからないと思うんですね。まあ、組み手のうまさとか、その手さばきのうまさという点では定評があるんですがね。そうですね、やはりこの足を使ってですね、牽制しながら取っていかないと、なかなか厳しいですね。足で牽制してうまく手を、はい、自分の持ち手にするということですね。そうです。ブラウンは準決勝、決勝をかける試合でドイツのラスコーに敗れました。そして現在吉田と3位決定戦を争っています。ブラウンに注意が来ましたね。あ、注意ですね、はい、ブラウンに注意。吉田の有効の数字が2になりました。ブラウンは内股はもう警戒してますね。そうですね、残り時間1分7秒、もう少し足技使っていったらいいんじゃないかなと思いますけども、はい、ちょっと攻めが単調になってますね。そうですね、持とう持とうという気持ちが先に出てですね、空回りしてんじゃないかなと思いますね。残り40秒を切りました。ポイントでは吉田がリード。バネのある体でブラウンの内股、30秒になりました。集まります。ブラウンは指導から注意、吉田の方はまだ指導も受けていません。これはどういうことですか。今ちょっと場外を指してましたね、審判が。そうですね、自分で場外に出たということですね。警告ですね。場外注意で警告になりましたね、はい、ブラウン警告。吉田のサインが確実なものになってきました。と、これ何です。これは場内ですが、ポイントには効果ですね。効果ですか。はい、効果。ヒヤッとしました吉田。ここで下がらないで前に出れてですね、取りに行ってほしいですね。はい、間もなく試合終了です。ブザーが鳴りました。吉田。
初の世界選手権で3位を決めました。斉藤さん、はい、試合の途中にはこのスタンドの関係からブーイングがあったりですね、口笛が鳴ったり床を踏み鳴らしたりですね、選手にとっては大変厳しい応援なんですけども、試合が終わると非常に気持ちのいい拍手が来ますね。そうですね、よくあの観客の皆さんは柔道知ってますね。なるほどね、はい、吉田の内股、やはり引き手が十分でないだけにね、そうですね、内股も決まりません。はい、3位決定戦の第1試合は吉田秀彦、イギリスのブラウンをその内股有効を取りまして有利な試合展開として3位を決めました。続いてオランダのワースとソビエトのワラエフとの対戦になりました。オランダのワースは今年のヨーロッパチャンピオンです。78キロ級のこのワースですが、非常にあの身長がありますね。そうですね。そして右側がソビエトのワラエフ、力の柔道を代表する選手でありますソビエトのワラエフ。足を跳ね上げます、内股に行きます、ワラエフ、あー、鮮やかな一本勝ち、45秒、今年のヨーロッパチャンピオンを見事な内股、45秒で決めました。今あの場外で体を小さくして前に出てったところをうまく合わせられましたね。あのこれはワラエフの得意技ですね。得意技なんです、ここですね、ここで小さくして前に出ていったところをうまく合わせて、これで78キロ級は第3位は日本の吉田秀彦、そしてソビエトのワラエフと決まりました。続いて66キロ級です。藤本は2回戦から登場しまして、その2回戦はアメリカの小笠原を破り、3回戦では韓国のパクチョンを下しました。しかし準決勝ではキューバのヒメネスに敗れまして、その3位決定戦に臨みました。山口さん、非常に惜しかったですね、はい、藤本さんもね。そうですね、チャンスがあると思っていたんですけれども残念でした。ここ頑張ってほしいですね。そうですね、藤本選手は世界選手権が2回目ということになりますが、あのエッセンの世界選手権の時は体重が61キロ級で出場しました、はい、その時も3位になりましたね、はい、そうですね、この後に出てくる岡田選手と同じで一階級を上げての出場ということになります。そうなんですね、今回は66キロ級この対決はですね、昨年の北京でのアジア大会の決勝戦と全く同じ顔合わせですね、はい、その時は残念ながら藤本選手が効果一つで敗れました、はい、その韓国のパクション、この今見せたですね、谷落としで効果を取られていますね。試合が始まって間もなく1分になろうとしています。残りが3分4秒です。昨日の初日はですね、女子の韓国は大活躍でしたね。そうですね、重量級とそして72キロ以下のクラスを制しました。お、副審の1人は効果、1人は有効、効果になりました。効果ですね、中国の。そうですね、今の効果はですね、有効と言われてもおかしくないぐらいの勢いがありましたね、はい、失礼しました、今藤本と戦っているのは中国の張石との対戦ですね、はい、藤本選手もですね、昨年
同じ技でやられてるわけですので、おそらく研究はできたはずなんですけれどもね。しかし効果ですからね、はい、まだ十分取り返しチャンスありますよ。まだ残り時間が2分以上残っています。とにかく組み止めてしまいたいですね、はい、組み手を。まず先制のポイントを取りましたのが中国の強敵、はい、追う形になりました日本の藤本。早く技を出したいですね。藤本アウトか、惜しいです、はい、でも良かったですよ、ですね、今の技は。ああいう技をどんどん出した方がいいと思います。追い込んで追い込んで、そしてこうやって積極的に攻めていけば、自然に相手の方に指導の反則行為のはいきますのでね、はい、やはり前に出なきゃいけませんね、はい、とにかく技をかけなくちゃダメだと思います。今度は大内刈り、打ちました。早く立った方がいいですね。残りが1分26秒。でもだいぶ体動いてきましたよ。そうですね、はい、ここで服装を直します。山口さん、中国の選手の場合はあの試合の前半後半ではガラッとこうペースが変わってきましたね。そうですね、後半に入りますとかなりスタミナ切れが目立つようになるんですが、しかしやはり試合というのはですね、先手必勝の方がやはり強いですからね、はい、まあ、藤本さんも61キロ級の頃にあの体を壊しましてね、はい、そして減量がきつくなるということで階級を一つ上げて、はい、この世界選手権に臨んだわけですね、はい、まあ、そういった意味でもこうやってこの中国を破ってね、そうですね、メダルを手にしたいところです、はい、早く持って攻めたいですね、はい、物手柄に行きました中国の強敵。立った方がいいと思いますね。寝技も今日の解説の山口さん譲りの、はい、寝技なかなかいいものを持ってますよね、はいはい、ここは私は立って勝負の方が、はい、はい、残りが1分、とにかく追い込んで追い込んで、はいはい、さあ攻めます、攻める、そうですね、残りが53秒ですが、やや中国の選手の逃げが目立ってきました、はいはい、もう少し追い込みたいですね、そうです、そうです、前に出た方がいいです。今度は大内刈り、さあここで主審が止めました、はい、副審の1人は指導、はい、副審の1人は指導のジェスチャー。ここでもし中国の強敵が指導を取られますとポイントでは並びます、はい、指導です、はい、指導です、これで並びました、今と同じ気持ちで攻めてほしいですね、これで5分となりました、はい、さあ藤本にもチャンス、残り35秒が勝負です。相手はだいぶ疲れてきましたからね、こうした端から戻ってくるのがいいですね、はい、さあ残り30秒です、攻めたい藤本、強敵の背負い、大外、大外、これは低すぎました、ここは寝技行ってもいいですよ、残りが20秒、はい、現在は全くポイントの上では並んでいますが、はい、試合の流れは藤本、はい、後半の動き良くなってきました、そうですね、あとここ谷落としだけ気をつけたいですね、来ました、谷落としが来た、大丈夫です、残りが10秒、流れは藤本で来てますからね、はい、あとは大事に相手の動きをよく見て、ここ5秒の勝負、出る藤本、ぐっと動きが良くなりました、大丈夫だと思いますよ、さあ旗の判定になります。この大会から主審も同時に手を挙げます、白が上がれば藤本です、赤は中国の長敵、やはりあの後半の攻めの方が印象的には強いと思いますので ね、 そうですね、まあ、技のポイントは強敵の方でしたけれども、はい、強敵は指導を取られました、はい、ポイントでは全くの五分、そこで旗の判定になります、はい、さあどんな判定になるか、同時に主審も上がります、あ、赤白白、藤本です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 、藤本が3位、
よく戦いました、はい、副審の旗は赤白に分かれましたが後半はもう完全に藤本のペース、はい、主審の手は左手が上がりました。初めはこの谷落としでしたね、はい、最後内股そして大外、この辺りの攻めが非常に良かったですね、この大外でしたね、はい、よく頑張りました。まあ女子の藤本さんが頑張りましたが期待されたもう一人の女子61キロ級の小林さんがですね、結局初戦敗退で残念な結果になりました。そうですね、小林選手の分も藤本頑張りました。そうですね、さて早くも試合が始まっていまして同じ66キロ級のもう一つの3位決定戦はイギリスのホーウェイと韓国のパクチョンの対戦になりました。3位決定戦はもう息つむ間もなくですね、選手が出てきますんで ね、試合場が左右へ移動しますんでね、はい、もうあの選手たち待ってますんでね、はい、すぐ始まります。右が韓国のパクチョン、そして左がイギリスのホーウェイです。そのイギリスのホーウェイ選手は18歳というまだ若い選手ですね。そうですね、これから非常に怖い存在ですね。1988年から今から3年前にもう、イギリスのナショナルチームのメンバーに加わっているそうですが、昨年と今年2年続けてヨーロッパでは第2位になっています。このホーエ18歳、そして顔が韓国のパクチョン、パク選手の方も20歳です。内股に行きましたホーエ。イギリスの選手はですね、非常にあのしぶといという印象がありますね。簡単には転ばないという感じがします、はい、ポイントがありません。ホーエイと韓国のパクチョン、66キロ級3位決定戦が行われています。山口さん、何か太鼓の音が聞こえますね。そうですね、柔道の応援は珍しいですね。そうですね、本当に今大会はですね、いろいろな、まあ、楽器といいますか、はい、聞きますね。山口さんも世界選手権は5回ですね、はい、5回、そしてオリンピックが1回ですね、はい、まあ、いろいろなところで大会を経験していますが、まあ、再三お話に出てきますけれども、このバルセロナの会場のお客さんは本当に柔道をよく理解してますね。そうですね、しかし今大会少し気になりますのはですね、このお客さんの声、あるいはブーイングに少し審判が影響されすぎているかなという気がしないでもないですね。なるほどね。ですからブーイングが始まると審判がそわそわしだしまして指導あるいは注意与えなくちゃいけないんじゃないかというような、誘導されているところがあるような気がします。まあ、それでは選手にとっては困るんですがね。そうですね、残り1分30秒を切りましてポイントがありません。さあ、これは非常に難しい展開ですね。2人ともやはり内股を得意としていますね。パク選手の方はソウルで行われたオリンピックにも出場してますね、はい、この人は3位になっています。昨年のアジア大会ではこの時藤本さんに負けたんですよね。そうですね、藤本選手に敗れております。残りが1分です。韓国はですね、ソウルオリンピックの時に非常に若い選手を使ってきたんですね、そしてやはりバルセロナを目指してあえて若い選手を経験させたんだと思うんです。でその、まあ、結果がですね、はい、今やようやく祈ってきたという感じですね、もう来年ですからね、オリンピックが、はい、今度は腕利き十字固めですね。腕利き十字固めを狙います。ホーエ18歳、
残り30秒ですけれども、ちょっと難しい判定になりましたね。お互いに攻めるところは攻めていますね。左から相手の足を取りに行きました。北打ちを見せました韓国のパクチョン。今度はもろ手刈りに来ました方へ。相手が攻めれば今度は自分が攻めるという感じですからね。そうですね。まだポイントなし。こういう時は選手は葛藤があるんですよね。自分は勝っているかどうかという。そうですか。はい、攻めに行くべきか。あ、これは指導ですが両方に指導です、はい、両方です。両方に指導ですからまだ5分、5分と5分の展開。残りが3秒で止まりました。これは難しい判定ですね。これは審判泣かせです、はい、試合開始早々にですね、ホウエイ選手のボロ手刈りがありましたので、それがどう影響するかですね。この3位決定戦も旗の判定になりました。韓国のパクチョンは赤い帯をつけています。イギリスのホウエイは白い帯です。さあ旗は赤白いずれか分かれて主審は左、イギリスとフォーエーが3位決定です。やはり副審の旗は分かれましたね。そうですね。そして主審も同時に手を挙げていました。おそらくもろ手刈りが今のこれですね、これがポイントになったのではないかと思いますね。試合場が今度は左から右に変わります。男子の86キロ級このクラスは日本の岡田博隆選手が決勝に進んでいます。アメリカのワナミとの対戦になっています。まず3位決定戦が2試合行われます。フランスのパヨとポーランドのレジェンの対戦です。こちらがレジェン、ベテランの選手。そしてフランスのタヨ、86キロ級ともなりますと、斉藤さん、はい、両方の選手とも随分大きな体になってきますね。大きいですね。彼らの僕よりも大きいですね。身長はですね、斉藤さん、こういう外国選手はその減量の心配というのはやはりかなり抱えてるんでしょうか。そうですね、やはりあの筋肉質という関係でですね、なかなかあの脂身がない分、減量には本当もう苦しんでると思います。そうでしょうね。フランスの作用が188センチあります。まずポーランドのレジェン、レジェンが右です。今年28歳です。ソウルオリンピックで優勝しました。その時は78キロ級でした。そうですね、はい、斉藤さん、ですからこれだけの風があってね、はい、78キロ級なんですからびっくりしますね。すごいですね。まあさすがにその78キロ級は維持できなくなって体重を上げて86キロ級です。巻き込みました。有効レジェンの外巻き込み、有効を取りました。ソウルオリンピックでは優勝したレジェンですが、世界選手権では優勝の経験がありません。これまで87年、89年といずれも3位になっています。いずれも78キロ級です。今回初めて86キロ級になって今3位決定戦を戦っています。内股に来ましたよ。レジェンももう少しですね、はい、下がらないで前に出る組手でもまた技でも仕掛けていったらいいんじゃないかなと思いますけども、ちょっと下がるんですね、はい。では
まると言っていましたが、しかし決まりました。1本ですね。1本です。ちょうどあの太陽が左の奥襟を取りに行って前に出たところ、うまく勝ってきました。うまく決まりましたね。はい、もう一度見てみましょう。そうですね、1本勝負ですね。見事ですね。1分53秒の勝負でした。ベテランのレジェンがこれで世界選手権は3位が3回目ということになりますね。まあ、今までは78キロ級でしたが、今回は86キロ級に体重を上げ、階級を上げています。そしてフランスの左右、ご覧のような背負い投げに決めました。一本勝ち。会場のブローグラナ、太鼓の音が鳴り止みません。その中で男子の86キロ級の3位決定戦、もう一試合が行われます。イタリアのリッツ・ナナと韓国のヤン・ヨンウ、こちらが韓国の選手、そしてこちらがイタリアのビズマラ。ビズマラは今年のヨーロッパ選手権は3位でした。韓国のヤン・ヨンウ、今年の韓国選手権を経て、そしてこの世界選手権に進んできました。斉藤さん、準決勝の時が岡田とこのヤン・ヨンウの対戦でしたが、そうですね、その時はあのこのヤン選手はちょっと元気ありませんでしたね。そうですね、やはりちょっとあの岡田ということでちょっとあの牽制してたんじゃないかなと思うんですよね。それでそのまま岡田のペースで試合を運んでいったんじゃないかなと思いますけども、そのヤンを破って岡田が決勝進出を果たしています。イタリアのビスマラが今下になりました。長身の1メーター85センチのヤン、27歳です。長身の選手、韓国のヤン、27歳で、韓国のナショナルチームには1986年から入っているんですが、世界選手権は今年が初めてです。昨年の世界学生選手権にも出場しています。そして今年の太平洋選手権にも出ました。ヤン、イタリアのビスマラ、足を狙います。ちょっと組手の縁であの消極的ですね。男子は試合時間が5分間です。画面の時計は先に内股、いや今の内股であの頭からですね、あの突っ込んでしまうと下手をすると、警告、またあの反則負けになるんですね。はは、危険だということですね。ちょうど半分が過ぎましたが、両方ともまだポイントなし。ちょっとヤンの方が下がりながら試合してるという感じですね。はい、そうですね。
斉藤さん、ビスマラの方もあの立ち技では内股大外刈りとか払い腰とか、はい、まあ、いろんな技は出すようですが、ただ技のキレという点では、そうですね、キレとですね、決めがちょっと甘いんじゃないかなと思いますね。いはい、また内股に行きます。ヤン韓国足をどうか、こうか、左からの大内刈りがこうか、足を取りながら左大内刈り、韓国のヤン先にポイントを取りました。今でもリスマラの方がですね、中途半端に不動産に立ってしまったもんですから、残りが2分です。バルセロナの下町を南北に走るランブラス通り、市民の憩いの場、散歩道となっているこの通りを挟む地区が旧市街です。この通りの東側には13世紀から15世紀のゴシック建築が数多く残されているゴシック地区があります。観光客はまるで中世にタイムスリップしたような感覚でここを訪れ、迷路のような細い路地の石畳を踏みしめます。古き良き町に隣り合わせるように若者たちの生活も見ることができます。バルセロナの人々が最も愛着を持つこのランブラス通り、男性が女性にバラの花を贈り、女性が男性に本を贈るというサンジョルディの日の発祥の地だけに、この通りには花屋があちこちに見られます。プラタナスの並木道をさらに南に下がると、空を突き刺すようにそびえるコロンブスの塔があります。このコロンブスが指さす方向は彼が発見した新大陸といいますが、まあ、実際は地中海を越えたアジアの方角を指さしています。海運貿易都市として栄えた中世のバルセロナの面影を強く残すこの旧市街、古き良きものを大切にするバルセロナの人々の思いが肌に伝わってくる街です。試合の方はこれから決勝戦が行われます。山口さん、このバルセロナの街を歩いてどんな印象をお持ちですか？そうですね、やはりヨーロッパの街並みということで、非常に古い建物が多くてですね、非常にこう街並みはいいですよね。ただやはり暑さがですね、厳しいですけれどもね。決勝戦が始まりました。61キロ級イギリスのベルト、ドイツのエイコクとの対戦です。開始早々ですね。開始早々ですね、はい、エイコクがまずポイントを上げました、はい、この大会このドイツのエイコクは非常にこう調子が上がってますね。そうですね、今小外刈りで
効果ですね、はい、まず最初早々に小外刈りを取りましたエイト、効果を取りました。この最初にポイントを取るということはその後随分気分的に楽になるんですね。そうですね、内股を狙いました英国、それを返そうとしましたイギリスのベル。ベル選手はですね、過去3回の世界チャンピオンですからね。そうですね、ソウルオリンピックで優勝しました、はい、そして世界選手権も第4回第5回と2年、連続で優勝しました。2回連続の優勝、これが世界選手権3回目の優勝になるかどうかというところですね。そうですね、28歳、こちらがエイコ、今年のヨーロッパ選手権では2位になっています。やはりエイコ選手の試合を見てますと、このですね、横車、はい、相手がしたところを横にですね投げる、この技が非常に得意なんですね、このエイコ選手、はい、ですから不用意にベル選手もいけないですね、試合時間は4分間、もう1分半を過ぎています。今のようにですね、座り込んでの背負い投げでもですね、決して座り込んだままではないんですよ、すぐ立ち上がるんですね。あ、今効果を取りましたよ主審は。そうですね、これは全くうつ伏せですよね。そうですね、の一人は効果はないとしましたが、はい、もう一人がその効果には賛成しましたね、はい、したがってポイントになります。ドイツのエイコ、効果2つを取りました、リードを広げています。イギリスのベル、ちょうど半分経過、背負いを返しました、強引に返していきましたが技あり、技ありですね、そして抑え込み、はい、横飛行に抑え込みに入りました。今の技が得意技なんですね。15秒、全くベル選手動きませんね、ね、もう諦めましたか、もしかしたらどこかを痛めたのかもしれませんね、はい、そうですね、全く、はい、合わせて1本、大丈夫でしょうか。英国初優勝、やはり足をちょっと痛めたようですね。バンドの応援団に向かって大きく手を振ります。今日はですね、英国選手はもう文句なしの優勝です ね、 ですね、非常に勢いがありました、はい、ここですね、これが技ありでした、はい、裏投げのようにさ、そうですね、はい、背負いに来たベルを抜き上げるようにして、はい、返しまして、これが技あり、さらに横飛行固めに抑えて合わせ技一本勝ちであります。ドイツの英国が初優勝を飾りました。さあ今度は78キロ級、男子の78キロ級の決勝戦です。まず審判が入場しました。78キロ級はベルギーのラースとドイツのラスコーの対戦です。斉藤さん、はい、今ドイツの英国が女子の61キロ級で優勝した後にですね、はい、このラスコーの登場ですね、同じドイツの。そうですね、ドイツが統一されまして、この柔道のチームも統一されたチームでやってきました。ベルギーのラースとドイツのラスコーの対戦です。
斉藤さん、この試合、はい、谷落としに来ました。ベルギー技あり、すぐに腕引きに十字固めを行きます。場外です。立ち上がりからなかなか激しい展開になりそうですが。そうですね、はい、今回の2人ともですね、すごく本当に固い柔道をしているような感じがしますね、はい、今ラースが見せたあの技あり取りました谷落としはラースの得意技ですね。はい、そうです。今度は蹴り上げから裏投げでいきます。ラース一方ドイツのラストの方は立ち上がりラースに攻められまして、ちょっとこの辺り何かこう心の動揺がどうですかね。そうです、やはり何て言いますか、5分間の試合でですね、先に取られるということは本当に厳しいんですよ、ですからこれからどういうふうにですね攻めていくかが問題ですね。ラストの今日の戦いぶりを見ますと、1回戦から2回戦、3回戦、4回戦いずれも一本勝ちです。払い巻き込み、裏投げ、あるいは腕引きに十字固め、こういった技で一本勝ちを収めまして、準決勝ではイギリスのブラウンの警告によりまして決勝進出を決めました。それだけに斉藤さん、はい、一本の技を持っているドイツのラストだけにまだまだ逆転のチャンスというのは十分あるわけですよね。今みたいに先に前に出てきてですね、一発狙ってくるんじゃないかなと思いますけども、ベルギーのラストが現在技ありを取りましてリードしています。古町技ありを返しました。これでポイント古町、後ろ蹴り固めまた技出ました。ヨーロッパで今流行っているというこの後ろ蹴り固め、抑え込みに入ったドイツのラスト、まもなく5秒になる。15秒、溶けました。時計は24秒ですから、これは有効です。有効ですね、はい、25秒になれば技ありだったんですが溶けてしまいました。今も投げてからですね、後ろ桁に入るのがものすごく早いですね、はい、後ろ蹴り固めは有効です。しかしその前の技がこれが、技ありとなりまして、ポイントはその後としては並んだんですけど、その後の有効がまたポイントになりましたので、ドイツのラストがリードする形になりました。まあ、斉藤さん、激しい試合ですね。これはそうですね、まだまだ分かりません。残り2分30です。そこと小内刈り有効です。小内刈り有効、またラストポイントを加えました。今ですね、ラースがですね、巴に行こうとしたところをうまく合わせたんですね。それだけに尻餅をつくように倒れましたね、はい、実にタイミングを測った見事な小内刈りでまた有効を取りました。裏投げを狙おうというラスト、待て、時計は2分です。残りが2分、ラストもそして今ポイントでリードしているドイツの、ベルギーのラースの方も、ラストもラースもかなり疲れが出てきています。お互いに技ありが一つずつ、しかしドイツのラストの方には有効が2つです。ラストもこのままの組み手じゃダメですね。疲れましたね。そうですね、もう少し追っていかないとダメなんですけども、
まず立ち上がりはベルギーのラースが谷落として技ありを取りました。そして今度はお返しするようにラスコが大腰で技ありを返しました。抑え込みか、主審は抑え込み、抑え込みは解けました。4秒で解けています。今度は締めを狙います。ドイツのラスコ残り1分。後転に回っているベルギーのラーズ、ベルギーとドイツの対戦です。78キロ級の決勝戦、前半はお互いに豪快な技を出し合いました。後半に入って両者ともにやや疲れが出てきています。残りが40秒切りました。ちょっとラーズ疲れてきましたね。そうですね、はい、また腕引きに十二固めを狙おうとしています。ドイツのラスコ残り15秒。どうやらこの疲労の具合になると逆転が難しくなってきましたね。そうですね、しかし前半は互いに見せ場を作りました。ドイツのラスコ初優勝目前、試合終了。ラスコ初優勝、ラースを抱き起こそうとします。勝利の叫びですね。そうですね、500の大観衆が入りました。クローズラン拍手と歓声、すごいですねこの歓声も。しかしなかなかいい決勝戦でしたね。そうですね、見応えがありました。これが技ありを返す大腰、それで技ありで並んだ後すぐに後ろ袈裟固めに入りました。しかし後ろ袈裟固めは24秒で止まりましたので有効、しかしこの有効のポイントがものを言いました。結局78キロ級はドイツのラッソーの初優勝です。続いて女子の66キロ級の決勝戦が行われます。イタリアのピエラントッチが前回のユーゴスラビアに続いて2連覇を狙っています。対するはキューバのリーブ・ヒメネス。前回の世界選手権はリーブ・ヒメネスは第3位に終わりました。そのリーブ・ヒメネスとイタリアのピエラントッチとの対戦であります。山口さん、今日はなかなか激しい試合展開になっているだけで、この人がリーブ・ヒメネスですね。はい、この試合は期待できそうですね。そうですね、まず内股に来ます。非常に体の柔らかな、そしてバネのある体からの内股、なかなか威力があります。はい、2人ともこの66キロ以下級にしては非常に強心の選手です。高いオフ、イタリアのピエラントッチ、前回のユーゴの世界選手権で優勝、今回2回連続決勝進出を果たして2連覇あります。ピエラントッチ選手はですね、非常に自力はあるんですけれども、今年のヨーロッパ選手権では敗れてるんですね、はい、ですからその負けたということが非常にあの今大会に臨むですね、あの気持ちを何かより一層引き立てたような気がしますね。今回1回戦から非常に気合いの入ったいい試合をしてきました、
最近あのピエラントッチはですね、はい、あの締め技にかなり身長著しいところがそうですね、はい、この大会も初戦はあのオーストリアの選手を送り襟決めで破りましたね、はいはい、ピエラントッチ選手もそうなんですけれども、比較的女性の手というのは、手首が細いですから、決まりやすいということもあるんですね。そうですか、はい、そういう女性の利点というものをうまく活かしているわけですね、はい、リーブ・ヒメネスは前回のユーゴの世界選手権の時は2位になりました日本の佐々木ひかりさんに敗れたんですね。そうですね。そして3位にとどまりましたが、今回は決勝に進出を果たしました。今大会は男女ともにこのキューバ選手の活躍というのが目立ちますね。そうですね、お互いに同じような体型をしています。足が長いだけにそれぞれに内股が得意技に入ってますね。そうですね。しかし試合を見てますと、もう少し崩しがあってもいいなという気がするんですね。やはりお互いの選手力があるからその力に頼ってしまうんでしょうけれども、もう少しやはり崩しがあるとですね、もっと楽に技が入れると思います。寝技に立とうとしたピエラントッチですが、その寝技を嫌ったのがキューバのリーグ選手です。そうですね、はい、キューバの選手は、まあ、全体的にその寝技はね、そうですね、あまり得意にはしてないです。今大会見てますと、やはり随分研究はしてきてるようですね。ですからキューバの選手が寝技で攻めるシーンも何度も見られます、はい。まあ、こういった体勢から締めを狙います、はい、ゆっくり攻めてきますピエラントッチ。待てです。そして審判がですね、ピエラントッチ選手は締め技あるいは関節技が得意ということで比較的長く見てくれますね。普通の選手だったらもう待てかなと思っていてもですね、比較的長い時間見てくれるもんですから、じっくりと攻めることができます。ギリシャ彫刻のようなですね、非常に彫りの深いね、はい、精悍な顔つきをしてますね。ああ今副審が来ましたが、リーブ・ヒメネスは白い帯を巻いてませんね。下に巻いてしまったんですか。ですから黒帯の下に隠れてしまったんですね。見えないということですね。本人は何のことか分かんないみたいですよ。残りが11分10秒を切りました。ポイントなし。ピエラントッチにとっても2連覇はなかなか険しい。リーブ・ヒメネスにとっても初優勝、これまた険しい。さあ寝技に誘おうとしますピエラントッチ。今しかしキューバの選手が後ろ下がために入りそうになりました。ちょっとピエラントッチ、慌てましたね。そうですね、はい、しかし今逆にピエラントッチ選手が寝技で攻めてます。腕利きに十字固め、抑え込みを狙ってましたね、はい、残り15秒。さあ、なんとか返そうとします。このあたりの流れはピエラントッチにとっては非常にいい流れですね。はい、抑え込み入りましたね。抑え込みが入りました。残り5秒のところでしたね。試合時間ももう4分を過ぎています。10秒経過、動きが取れなくなりました。リーブ・ヒメネス、はい、キャップ動きが止まりましたね。もう笑顔がピエラントッチ選手見えますね。ピエラントッチ笑顔、余裕を
秒です。三浦太志66キロ級2連覇を達成しました。この大会はですね、はい、観客の方が答えてくださるもんですから、勝ってからのガッツポーズですとかその表情が非常にこういいですね、選手たちの、時計が4分26秒で止まっていますから残り4秒残り4秒から抑え込みに入ったわけですね、イエラントッチの66キロ級の優勝、前回の優吾に続いて2連覇、日本選手にとっては非常に強敵ですね。岡田博隆の横幕も見えます。86キロ級日本チームのキャプテン岡田、1回戦がブラジルのアルメーダ一本勝ち、そして2回戦は地元スペインのビアールとの対戦になりました。とにかく地元の選手が出てまいりますとこの試合場は大変な騒ぎになりますが、おそらくこの岡田とビアールの対戦も大歓声が起こると思います。しかし岡田積極的な攻め、最初にまず有効を取りました。その後も非常に積極的な攻めを見せる岡田、この内股惜しくもポイントにはなりませんでした。しかしこの後ビアールの反撃です。観衆の大きな声援も受けましてこの強烈な腕ひしぎ十字固め、岡田ここはしのぎます。懸命にしのぎました。ビアールの強烈な腕ひしぎ十字固めをしのぎましたが、その後はしかし岡田指導あるいは注意を受けております。厳しい戦いになりました。しかしなんとかこのビアールの激しい攻めをしのぎましてこのビアールを破って岡田いよいよ3回戦です。戦いが終わりますと観衆からも大きな拍手が両選手に送られました。3回戦の相手はベテランのポーランドのレジェンです。この試合も岡田が先制します。立ち上がりの40秒、岡田がまず効果のポイントを取りました。これで試合の流れが大変楽になりました。岡田この大外刈りが決まりまして4分27秒一本勝ち、いよいよ準決勝出場です。決勝進出がかかります。この試合韓国のヤン・ヨンゴク長身の選手です。この試合も開始20秒この小内刈り、これが技ありになりました。非常に流れもスムーズになりまして、その後も背負い投げあるいは巴投げなど技が次々に出まして、このヤン・ヨンゴクを下して決勝進出を果たしました。86キロ級日本の岡田決勝進出です。さあこの大会日本にとりました初の金メダルなるかどうか、斉藤さん、はい、大きな期待がかかります。そうですね、今日の岡田は非常に好調です。前々回の世界選手権は78キロ級で優勝しました。今回は86キロ級に体重を上げました。体重を上げて臨んでいます。したがってこのクラスで優勝すれば2階級制覇ということになります。岡田とアメリカのマナンの対戦、86キロ級の決勝戦、日本初の金メダルなるかどうか、岡田に期待がかかります。相手の支え込み足を上手く足を取りました。コース有効、コーチに返しましたね。コーチ、はい、支え込み足は大変得意とするワナグでありますが、そこをうまく有効を取りました。岡田まず立ち上がりでポイントを取りました。それは斉藤さん、岡田にとっては非常にいい形になりました、ね、はい、このワナン選手はですね、はい、岡田君にとってはやりやすいんじゃないかなと思いますね。お、それはどんな点ですか。あのがっぷり組めるもんですから、大外刈りから右の谷落とし変化しようとしました。やはりあの岡田君ががっぷり持った時はですね、はい、日本の重量級でもですね、
なかなか勝てないです。そうですか、はい、しぶといです。アメリカのワナグはサンノゼ州立大学の学生です。177センチの上背です。86キロ級の両者の最初の勝ち、岡田やりました。見事です。見事、日本チームに初の金メダル。いやー、やってくれました。日本チームのキャプテンでありますから、そのキャプテンの攻めを果たしました。見事に左小内刈りが決まりました。素晴らしいキレですね。そうですね、岡田君のですね、この小内刈りというか小内巻き込みはですね、普通は指の方から入るんですけども、かかとから勝ってくるんですよ。もう一回見てみましょう、はい、ここですね、かかとからガッと勝ってくるんですよ。なるほど、小内巻き込みという感じですね、はい、ですからやはり強靭な足腰がないとこの技かけれないんですよね、いやしかし見事に決まりました。何回見ても何かこう素晴らしい技ですね。そうですね、練習の時ですね、手稽古で何回もこれを繰り返して やったんですよね。そしてこの優勝を決めた瞬間の大きなガッツポーズ。いや本当低迷する中でですね、岡田君が本当も壁を破ってくれた。キャプテン自ら担いでましたね。そうですね、岡田さん、いや見事な一本勝ち、ありがとうございました。今の気持ちは？気分最高です。決勝戦どんなこと考えてました？あれ狙ってました。狙ってました。一発投げてやろうと思って。昨日からずっとちょっと日本勢死んですよね。そんなことを意識しませんでした。人のことはもう考えないようにして、逆にやっぱり小川君でも負けるんだからということで開き直って、もう小川君でも負けるなら俺負けてもいいじゃないかという気持ちで思い切りできました。今日の自分の柔道を評価すると？もうできすぎだと思います。普段もあの競り合いでなんとか勝てるんですけど、今日は結構一本勝ちも多かったし、できすぎだと思います。やっと日本決めたら一つですね。よかったです。おめでとう。ありがとうございます。岡田選手自身にとってもこれは素晴らしい金メダル、それと同時に日本チームにとってもね。そうです。これが明日明後日残り2日間にですね、非常にいい結果になってくれればいいんですがね。はい、勝ち方が良かったですよね。そうですね、今日はその他男子の方では吉田選手が3位を決めて、はい、そして女子の方でも66キロ級で藤本さんが逆転で3位を決めましたんでね。そうですね、この辺りからこう何か流れがね出てきたような感じがしましたね。そうですね、汗つながりますよね、今日も6500人という観衆が入りましたプログラム。まあいろいろな試合展開を反応されたと思うんですが、締めくくるその86キロ級の試合がですね、岡田の見事な切れ出しの鋭い技で決まりましただけに、観客の方たちもですね、立ち上がって拍手を送ってましたね。斉藤さん、これが日本柔道。そうです、今日は岡田乗ってましたね。そうですね、はい、岡田選手ちょっと振り返ってみましょうか。1回戦がブラジルのアルメイダ、そのアルメイダを小外掛けで1分37秒で破りました。2回戦がですね、スペインのビアールとの対戦だったんですが、これが地元だけにね、はい、ビアール選手に対する応援がすごい声援がかかってきただけに、
岡田選手もですね、はい、話を聞きますと、あの時はもう何か自分の冷静さを失ってしまうんではないかと、審判の声が全く聞こえない、はい、もうわーわー言う音だけなので、どうなることかと一瞬不安に思ったそうですが、そうですね、そういう経験というのは山口さんはありますか？そうですね、私も世界選手権で優勝した時に、やはり地元選手との決勝戦でもう審判の声も監督の声も何も聞こえない中でやりましたけれども、それで岡田選手もそこで勝って波に乗ったような気がしますよね。そうですよね。このビアールを大内刈りで破りました、そしてその後3位になりましたが、ポーランドのレジェンをですね、大外刈り、これも一本勝ちでしたね、はい、そして準決勝は韓国のヤン・ヨンゴクを技ありで破りまして、そして決勝進出。決勝戦は今ご覧いただいたような切れ味鋭い小内巻き取り、アメリカのワナグを破りまして、岡田選手自身にとりましても78キロ級と、そしてこの86キロ級と2階級制覇ということになります。これは素晴らしいことですね。これは本当に素晴らしいことですね、しかも減量をですね、考えながらのですね、2階級制覇なもんですから、本当に素晴らしいと思います。まあ、度々伺いますが、これでいやいや初日がですね、非常に暗いムードだっただけに、2日目でこうガラッと変わりましたね。そうですね、何かモヤモヤしてたものが一気に吹き飛んでしまったような感じですね、ではドイツの英国が決勝でイギリスのベルを破って初優勝、61キロ級3位はフランスのフローリーと、それからイスラエルのアナド、世界選手権でイスラエルが初のメダル獲得となりました。78キロ級はドイツのラスコーの優勝、ベルギーのラースが第2位となりました。日本の吉田秀彦3位と健闘しました。そしてワラエフが3位に入っています。66キロ級はピエラントッチが前回に続いて2連覇、女子の66キロ級はイタリアのピエラントッチが制しました。2位にはキューバのディーブ・ヒメネス、3位はイギリスのホーウェイと日本の藤本涼子、そして86キロ級は日本の岡田博隆、日本チームにとって初の金メダル、キャプテンとしての重責を見事に果たしました。アメリカのワナグを下しました。そして第3位はイタリアのビスマラとポーランドのレジェンという、今日2日目の結果となりました。明日ですが、明日もまた男女合わせて4階級行われますが、女子が明日は56キロ級舘野さんと52キロ級の上田さんが出場します。男子の方は71キロ級は古賀俊彦、平成の三四郎がいよいよ、ね、そうですね、登場しますね、はい、そして65キロ級は大熊選手が登場することになっています。ブローグラウンドの方はこれから表彰式が行われるところですが、まあ、最後岡田選手が締めてくれましたので、はい、今晩は気持ちよく締めたいと思います。そうですね、解説は、重量級の斉藤仁さん、そして女子の方の解説は、山口香織さんでした。山口さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。斉藤さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。